はい、えー、どうも皆さんこんばんは今日はね2回目の投稿になりますえ今日のね、えー、この動画のテーマは天体写真の話です、はいえー、まあ最近ね写真と映像を撮ってね、まあ、あの両方っていう形で共通項のところをまあ雑談することが多かったんですが、まあ、今日についてはですねもうもろ天体写真のねマニアの話をするんでマニアの方だけね聞いていただきたいなというふうに思います、まあ、最近思うことですね 自分のあのシステムとか、まあ、そのあたりとか、まあ、今後のその目標とかね、まあ、そういった話についてさせていただきたいと思います。まあショップとしてのね、取り組みっていうのもありますしね、まあ先日もですね、まあここ2日3日間ぐらい私ね、ちょっとあの YouTube 動画ずっとアップできなかったんですけど、そう、前回投稿したのは、まあ今日は投稿しましたけど、その,その前に投稿したのが5日前とかになるんですよ。これ何やったかっていうとね、一つはあの遠征ですね。 長野にね天体の遠征行ってでまあ,あの動画多分ね皆さんご覧になりましたかね、まあ、私の,あのメインチャンネルビデオチャンネルの方でね「まあ、哀愁天体写真遠征」というタイトルでねアップさせていただきました、まあ、あちらの方はですね、まあ、ちょっとほら,、まあ you だらね、YouTube だからね YouTube だからちょっとエンタメチックエンタメ仕立てにああ、えー、やってやってますが、まあ、失敗しましたと。 いうことで、まあその失敗っていう感をね、強く出しています。なんかほら成功ばっかりだとね、成功した時しかネタにしないとかっていう風だとやっぱ面白くないっていうところもあるからね。やっぱりそこはまあ楽しんでいただこうかなということで、あのような動画をアップしました。いや本当だったらね、これね YouTube とかで日頃自撮りとか動画撮ってる人だったらわかるんだけど、まあ、言ったらほら遠征動画っつったら今から行きますって撮ってきますっつってさ。 で、まあ、実際にこう晴れてで撮影もかんあの、ね、成功してで成果得られましたって最後リザルト出してっていう形で、まあ、エンドするじゃないですかだけどああやってね寝過ごしたみたいなね本当あの初歩的なミスを犯すとですねもう一気にもう疲れがドッと出て、まあ、とてもじゃないけどねもう取る気にならないですよ普通はね 普通は陶器にならないんだけどまあそこをあえて寒い中ねクソ寒い中やってカメラを回してでまあちょっとこう悲劇を演じる的な、はい、感じでねで翌日にはまあ動画編集してアップしたという形になります、はいまあ、あんな感じでねまあ楽しんでいただけたらいいかなっていうふうに思ってまして 何、まあ、だろうそのとかくまあ私もね、まあ、今年法人化したし株式会社という形でやってますしでショップやってますっていうふうにやると妙にさなんかこうかしこまっちゃってかしこまっちゃってもう本当あの何、えー、だろうまあショップ店長目線でのみたいなさそういうふうじゃなくてやっぱりまあ人間ですからねんかこう失敗したりとか成功したりとかねその一喜一憂みたいなのがあって。 そこも含めてね、まあ、今後コンテンツにしていけたらいいかなと、一 YouTuber としてね、はい、いうに思ってますんで、またまたね、マニアの方々もよろしくお願いいたします。はい。でね、えっと、まあ、その遠征行ってて疲れたっていうのもあったし、あとね、まあ、ここ最近で言うとね、まあ、こういう、まあ、あのショップとしてね、まあ、YouTuber ばっかやってるわけにはいかないんで、まあ、当然こういうマニュアル系ですね。はい。でね、えっと、まだね、QHY の えっとここ最近ですねえっとなんだあのウルトラじゃなくてフォトグラフィック版フォトグラフィック版ですねフォトグラフィック版が入荷したんでまあそれに伴ってということでこういうものを作ってたりとかそれに関連するようなねフィルターホイールのえーまあこういうんですか解説マニュアルはい解説マニュアル解説マニュアルってあのほら QHY のホームページにも落ちてるんだけどそれだけだとね分からなかったりするんですよ でね私ねここに今これハンディーカム乗っけてるでしょこれでねずっと延々と撮るわけですよもうね昔の,あのほら、まあ、僕昔ね、まあ、皆さんの天体の方ご存知かもしれないですけど昔僕ブログやったじゃないですかブログっていうのはまあ基本テキストと写真で成り立ってますよねで今の時代ねこれ 4K とかで撮れるからもうずっと回しっぱなしにするわけですよ例えばまあこの取説このマニュアルを作りたいんだったらこれずっとね これ取りっぱなし。4K でね。4K で取りっぱなしにして、はい、ここ。はい、次、これ伸ばしたときは、こんな状態になります。つって、こうやって回しっぱなし。これずっと取ってるから。あとから、これをタイムライン、こう編集して、もう静止が切り出し、切り出し、切り出し、切り出しってやってって。それを、まあ、ポコぽポ貼コっていくっていう形。いや、すごくね、やっぱ合理的だなと思って。で、もう喋りもね、ずっと入れてるんですよ。あれ、ここはちょっと違うなとかね。あれ、このオペレーションどうやってやるのかなとかっていうのも全部こう入れてる。 メモして全部僕の新しいパソコンのハードディスクに全部バックアップ取ってます、はい、そんな感じでねあのやっぱりノウハウの蓄積っていうのがね必要かなと私もね「天体ショップやります」って言って1年経ちましたけど本格始動し始めたのはまあ実質 q h y 6 0 0がリリースされて はい。そこからね、どんどん本格指導してっていう形で、まあ、現在でもですね、えー、昔すごくね、よくしていただいたお仲間さんに声かけていただいたりとか、まあ、カメラ検討してますっていうね、まあ、そういうメールをいただいたりとかですね。まあ、かなりね、やっぱキャッチボールがいると思うんですよ。こういう、あの、いわゆるその光学機材ってね。 学機材ってまあこれが例えば3,0004,000円ぐらいの商品だったらもうポンって注文入って何の相場何もなしにポンって入ってはいじゃあすぐ出荷っていう形になるんでしょうけどちょっと違いますよねこれはね皆さんご存知の通りやっぱりなんだろうものすごく複雑ですしねえおのおの皆さん使ってる望遠鏡も違いますしねでまあそれはちょっとショップ目線での話で私はまあ一人のね天体写真家でありたいから。 うん、で、まあ、久しぶりにやっぱり復帰するってことで、しっかりそこを構築したいわけですよ。で、時間がやっぱかかる。本当ね、この天体のね、機材の、まあ、あれには時間がかかる。うん、で、まあ、先日も、えっ、ー、と、遠征動画の一応、体では、ね、形上は、まあ、失敗しました、つってね、こう、文句言ってるような、まあ、そういうので最後終わったんですけど、まあ、実際、本当の話するとですね、まあ、実は、えっと、R、 あの前回、前々月にえ失敗したあの和紙成分、かもめ成分ですね。あれを狙ったわけですよ、縦構図で。そして、RGB で曇られたっていうのは事実、先々月曇られた。で、今月、それのリベンジということで、えっと、RGB をまず取ろうと思って、色をまず取ろうと思って、L は6枚ぐらい取ってたから。で、始めたんですけど、その2枚、2枚、R2 枚、とりあえずね、R2 枚、G2 枚、B2 枚。 このシーケンスでスタートってやってでそのまま寝ちゃったんですよ <laughs> つまりまあ1時間分は撮ったけど残りの3時間ぐらいはずーっと寝続けでもうガイドしかしてない状態、はいまあ、だけどそこら辺の細かいところをいちいちねなんかテロップとかで書くのは実はこんだけ撮ってましたとかっていうの面倒くさいからもう撮れなかったみたいなね、まあ、そういう形を撮りましたはい まあ実質まあ撮れたかっつったらまあ本当に2枚だけだからものになってないかなっていうふうに思ってるっていうのもあるしあとね今日のテーマ今日のテーマねまあこれちょっとマニアックな話になっちゃうんだけどえっと今ねまあそのカメラの性能がすごく高くなったから6000万画素で,ですごいやっぱ細かいところを まあ本当にあの高精細スキャナーみたいにねもう星の細々としたところが出てくるイプシロン130っていうのはイプシロン180もそうですし、まあ、その他ね FSQ とか CCA とかいろんなまあシャープな強度ありますけどイプシロン130もやっぱ同様にシャープじゃないですかそのシャープな望遠鏡だとですねその6000万画素と合わせた時にもうちょっと追い込めばもっとシャープになるとかっていうそのほら何て言うのかな 限界値がすごく高いから、うん。だからそこに合わせようと思うと、やっぱりね、高度な技術が必要になってきて。例えば何で、何でそれを感じるかっていうと、まあ、前回なんかね、その RGB を撮ったわけですよ、ね。RGB 撮る。で、厳密に、まあ本来だったら RGB の波長を見てもらったらわかるけど、G でピント合わせるんですよ。G もしくは L でピント合わせて。 うんでまあ、もしくは、ね、そのフィルターメーカーによっては厚みのばらつきがあったりとかしてでそうするとピントも揺らぐんでね数十ミクロンずらしたりとかっていうことも必要になってくるんですけど、まあ、一般的には G に合わせる。で RB、ね、これは、まあ、同じ焦点同じピント位置でやった場合っていうのはもう G で A やで合わせておけば、まあ、R も B も妥協できるよねっていう感じだけど、えっとまあ、その時はですね、まあ、ちょっと R 寄りでピント合わせたんでしょうね。 R より,りでピント合わせたから、えー、G が真ん中だとしたら B っていうのはちょっとかけ離れてる。この RGB によるその色のピントさっていうのは、まあ、皆さんね多分ねマニアの方だったらよく把握されてると思います。ご自身のその共闘で RGB 各色でそれぞれ何十ミクロンずつぐらいずらさなくちゃいけないのかっていうのは大体ねその撮影でマニアの方っていうのはね把握してます。私も当然把握してる。やっぱりシャープに撮りたいもん。 うん、で、えっとまあ、具体的にはねそのいくらイプシロンがシャープだって言っても、まあ、厳密に言うと軸上の、まあ、色収差っていうのがあってあの若干の,その波長によるずれっていうのが生じる。なので、えー、例えば、えー、G がプラマイ0の一だとしたら、うんまあ、R っていうのは、えー、例えばそのプラスプラスそうだね40ミクロンで B っていうのはマイナス40ミクロンだとします。 そうすると、その端から端の R と B の区間っていうのは80ミクロンの差がありますよね。なので、R でもしピンとジャスピンで合わせちゃうと、B っていうのは言ったら80ミクロンピンボケになってしまうということで、80ミクロンってどれぐらいかっていうと、まあ、実にね、まあ、この紙1枚弱ぐらい。この紙 A4 用紙の紙1枚で100ミクロン。ね、0.1ミリ、うん。それ若干、まあ、少ないぐらい。 うん、いや、この紙1枚ぐらいの差ってね、そんなまあ多分影響出ないでしょうって思うかもしれない。いやだけどね、これはまあ一般の人はそうやって思うかもしれないけど、もう天体ではね、この100ミクロンとかの差っていうのはね、もうもろピンボケになっちゃうんですよね。ピンボケになると何がまずいかって。ね。まあ例えばそのさ、RGB で、えー、まあ、いわゆるその LRGB 合成する方っていうのは、えー、RGB とかカラーをビニングするじゃないですか。 解像度を犠牲にする代わりに、まあ、感度を上げて、で、まあ、なるべくそのカウント値を稼いで、滑らかにノイズを少なくするということをされたりとかします。私はノンビニング派ですけどね、ビニングかけない。まあ、後からもうソフトウェアビニングしてはいいって思ってるから、ソフトウェアビ,ビニングも別にしないけどね、うん、あの実際のところはね。 うん、ってやってますが、まあ、その、えー、まあ、ビニングをかけて、解像度と引き換えに SN を、まあ、確保するっていう、まあ、その路線でね、えー、行くわけですけど、まあ、それって、まあ、解像度は別にそんなに、あの、問わないよってことですよね。うん。だから、多少ピントが外れてても、え、6000万画素あるんだから、若干ピンがずれてても、 そこっていうのは例えば3000万画素とか1600万画素とかにリサイズしたらそこはもう変わらないし同じ点だから一緒だよねっていう考え方もあります。ですがね何が違ってくるかっていうとその色情報の解像度シャープ感っていうよりも何が違ってくるかっていうと星の色が変わってくるんですよ星の色が。例えばさそののイメージしていいたただきたいのは R でピンと合わせてしまいました R はもうジャスピンで6,000万画素のまあ数画素、ね、3画素4画素ぐらいでもうビタッとこうね針でついたように光ってるこの時のカウント値が例えばまあ1万だったとします、ね。で対して80ミクロンピン山の B の星ブルーフィルターで撮った同じ微光成ですね。 これも同じく、まあ、数ピクセルに本来またがって、えー、針でついたようにシャープな星が得られるはずなのにピンが80ミクロンずれてしまってたから肥大する肥大するってことは、まあ、カウント値が著ししくく低くなってしまう要はピンボケすると1箇所のピクセルにずっと光がこう注ぎ続ける10分間ねそうするとカウント値がこの型や R っていうのは1万のカウントが稼げました。 はい。で、対して B っていうのは、ね、ぼやーっとこう、まあ、10ピクセルとか15ピクセルにまたがってふ、もうやんわりとこう光を照射するから、だから一点に集まらないから、懐中電灯の光とかと一緒で、拡散するとこう暗くなるでしょそれと同じように、ピクセル分散しちゃって光がねで。そうするとカウント値っていうのが著しく落ちる。こっちが、R が1万だったとしたら、ね、本来だったら1万であってほしいこのブルー、 が実はこの千しかなかったとかね。うん、でこっちが千、こっちが一万。でこれは RGB 合成するとどうなるかというとね、R が例えばまあ一万で G がまあ若干ピンがちょっと違ってて七千。でこっちが千ってなるとだいぶ色変わりますよね。こ,このイメージを開きますか。光の集め具合っていうのがピントのズレによって でカウント値が変わってきてあとからその RGB 合成した時に思いっきり色が化けちゃうっていう本来白色である5 0 0 0ンなのか6 5 0 0ンか分かんないけどそういう本来白であろう星っていうのが、えー、今言ったようにピンのずれによってねその微光性の色が変わってくるっていう症状が引き起こされます。 これが、例えば、一個の星だけだったら別に構わないんだけど、天の川とかさ、夏の天の川とか、星がブワーっといっぱいあるやつが、全部カウント値が違ってたら、もうえらいことになるんですよね。特にその色彩強調マスクとかを、エステライメージで言う、あの、ほら、デジゲンの SSS ってやつね。で、ああいうのをこうやると、思いっきり色がね、おかしくなっちゃう。褐色、褐色、褐色、褐色って。ブルーのね、輝き、きらめきが全然ないみたいな、そういう経験ないですか もう全部なんか茶色っぽくなってしまってるっていうねそういうことになるんですよですので、えー、っとビニングとかね解像度を引き換えに感度を向上うんぬんとかって話しましたけど結局ねやっぱりね手は抜けないなって話なんですよね RGB それぞれベストのピントでちゃんと3色で分解して撮影するんだったら3色分解して分けてピント合わせようよって話になりますでそれをやろうと思った時に システマチックなシステムが必要になってくるシステマチックなシステムが必要になってくるで今現状私は何のシステムでやってるかっていうとイプシロ、まあ、QHR600 関係なし、うん、これはもう非常にこう性能が高いです、ね、こいつのポテンシャルを引き出すためのこう望遠鏡がありそして接眼部があるわけですよでこの接岸部が まあね、純正とかだとね、その楽観のピニオンで、まあこうやって指で回して、手で回して、手回しでこう繰り出しのインとアウトっていうのをやります。これがね、まあ、結構ね、厄介でね。うん。いや、もう一般用途とか、まあ、お気軽ぐらいのスタイルだったらもう全然十分すぎるんですけど、 だけどね、このね、ラックピニオンっていうのは、まあ、マニアな目線で、今私がずっと話したようなね、細かい目線でずっと追求していくとね、やっぱりね、どっかでぶち当たるんですよね。皆さんもね、多分ね、まあ、マニアとか、ベテランの方っていうのはね、そこは思っていらっしゃるんじゃないかなって思います。はい、私もそのうちの一人で。で、以前はね、そのイプシロン180か。で、フランジ型のベータ SGR っていうフォーカッサーをイプシロン180につけてました。 ね、あれはあれで素晴らしいですしあれの最近だったら強化版の AX というタイプちょっと高いですけどだけどまあアトラスに匹敵するぐらいの保持力があってとかね非常にこう魅力的なああいう製品もあります。で私のは AL というタイプなんでえー、っと原点位置検出する際に一瞬脱力するっていうのがあってねであんまり重いカメラを載せると脱力 一瞬ガクッてした時にひょっとしたらねその傾きっていうのが変わってしまう可能性っていうのがあってまあ特にね遠隔でリモートされたい方については AL タイプよりも AX タイプ買われた方が絶対いいと思います。AX タイプっていうのは絶対あの減点位置検出っていうもの自体脱力っていうのを伴わないみたいなんで、うん、なのでえっとリモートでもうね 全然自宅から離れたところの天文台、まあ、海外でもいいですし、まあ、長野のどっかの山でもいいですし、そういうところでフォーカス制御っていうのを自宅からやりたいっていう方は、もうね、その脱力っていう風じゃなくて、あの AX のね、ずっとこうガチガチに保持してるっていうね。はい。そういうものを選択されるのがいいと思います。保持っていうところについてはね、私ジンバルをずっとこうやってきてるんでね。この保持力っていうのがいかに重要なのかっていうのは、まあ、映像でもやっぱ出てくるし、天体でも同じですね。 はいまあ、ちょっとこうほらやっぱりその保持力が弱いと傾いてしまってとかね、まあ、そういうことがやっぱりありえますんででまあそのフランジ型のフォーカスはってのは一旦置いといてこの楽観のピニオンの方式で、まあ、いわゆるその普通にこの接眼部のピンとノブを繰り出すインとアウトに繰り出す、ね、これはやっぱりまあちょっと人の受け売りですけどね人のまあ ある2名の方の受け売りですけどやっぱりまあ重力でこうカメラが引っ張られる、うん、そこにこう、えー、歯向かうというか対抗するようにねぐーっとこう上っていくような形でインしていく、うん、屈折望遠鏡だったら屈折望遠鏡そうだね、うん、引っ張っていく、うん、そうだねだからまあこうやって望遠鏡があって屈折望遠鏡ね こっちあの空向けててここにカメラ取り付けるこれ接眼部ここ回しますでグッと締めたと、うん、この時に、まあ、インとアウトっていうのがあってで、まあ、重力こっちだからこっちに引っ張られるカメラはねでそれに逆らう方向でグッと合わせてピンを止める、うん、でもう一遍また合わせ直しする時はもう一遍重力に任せて一遍引いてまたインするアウトしてインする ね、アウトしてイン。インしてアウトして、えー、合掌ってやっちゃダメなんですよねで。ここで傾きとかガタっていうのが発生して、ガタが発生するというよりも、私の感覚経験、経験値では、もうね、あの、ほら、センタリングアイピース見たらわかるんですよ。インとアウトで試すとね、もう動くんですよ。センタリングアイピースのレチクルというかね、あの、十字線のところのあの、ほら、ドーナツね。あれが、インとアウトで中心がね、こうやってずれるんですよ。だから、どっちか片方にしておかなくちゃいけない。 でまあ、理想はやっぱりぐこっちこっちこっちにね、うん。だからカメラが下に向く時はちょっとまた別なんですけどカメラが下に向くシチュエーションというのはどういう時かっていうと反射望遠鏡でこうやってカメラをねこっち側につけてる人昔私もやってました、うん。でも普通の人はみんなこっちにつけるじゃないですか反射望遠鏡でねここにカメラをつけてグーってやるとこうやって最終的にこうカメラを下に向く大地に引っ張られる、うん、ような形になるんで屈折と同じような形でえインすればいい。 だけど、こっちに乗ってる人っていうのは、これぐーってやった時に、これカメラがさ、望遠鏡の上に行くよね。だから重力っていうのはこっち、望遠鏡側になるんで、うん、でどうすること、どうするのがいいかっていうと、いいんじゃなくてアウトですね、アウト。うん、とかっていうのがあるんだけど、まあ、とにかくね、何が言いたいかっていうと、すごくね、めんどくさい。<laughs> うん、そういうことに気を使わなくちゃいけないと。うん、だってさ、すごい大変なんですよ。 このね、ラッカンバピニオンっていうのは何て言ったらいいかもう定規とかがあるとすごい分かりやすいんですけど定規とああた例えばえー、っとこれピンとねどこでもいいこの15がジャスピンだとしますね一遍じゃインしましょうはいで15あ,あ行き過ぎちゃった15.5になりましたって言ったらもう一遍こっちインしてから はい次ここってやるんですよ。あ14.5になった。あともうちょっとだなと思って。はいもうちょっとってやったら、あ15.3になっちゃったって。ここで、ね、インして、うん、こっち側にやって合唱させたらダメなんです。どっちかがあの一方向それなくちゃいけない。まあ、こっちがイン方向だとして、こっちがアウト方向だとしたら、えっと、アウトしてインさせなくちゃいけない。ね だから20にして15にするああ行きすぎちゃった14になっちゃったもう一遍ここ18戻ってはいここ、はい、16点、えーまあ、16になったともうちょっと足りないっつってこうグッと行くとああ行きすぎちゃったってもう一遍こっち行かなくちゃいけないね同一方向でインインにしなくちゃいけないっていうねところがありますそこがさすごい気使うじゃないですかしかも手合わせですよ 例えばそのほら、えー、といわゆるその昔ながらのフォーカスというか、ピントゲージみたいなものがない、ね。マイクロメーターを使ったさ、ピントゲージみたいなものを自作して、ね、ちゃんと物理的なその距離っていうのをまあ計測するようなね、そういうものを自作で作るんだったらいいけど、これエンヤーでね、アウトインアウトインってやったらね、なかなかね、そのジャスピンって捉えることができないし、繰り返しの再現っていうのが難しいですよね。これ、イメージ湧きますかね。 うん、っっってていうののがあってでさっきの話ねなおかつその R と G と B でそれぞれ G が真ん中のプラマイズルだとしたら、ね、この 15, セ15のとこ,こ,こ、まあ、G がねここのジャスピンだとしたら40ミクロン、まあ、例えばその R はこっちですで B は40ミクロンこっちですってやるといやもうほんとねそこばっかりにも神経注ぎ込まなくちゃいけないっていう RGB のフィルター変更ごとにね。 でそれはまあ実際にはね試写画像を見ながらやるんですけど試写画像で明るい星とかのスパイダー向上とかを見てシャープにこうなってるかどうかってシャープかどうかってはある程度やっぱり光をためなくちゃいけないから10秒ロコ20秒ロコをして光をしっかりためてその向上っていうのがね先端がこう尖ってるかシャープかぼやけてないかっていうことをチェックするでこれをさフィルター交換するごとにやらなくちゃいけないっていうのはすごく大変じゃないですか 1回もうさ L, L っていうかさその G, G チャンネルのど真ん中のとこバシッと合わせたらあとはもう決まってるんですよ。R は G に対して40ミクロンこっちで B はこっちって決まってるからもうあとはもうほら本当だったら定量化できる。だからパソコンで制御したらプラスマイナス40ミクロンっていうのはもうポチってやったら R。 はい、今度 B ってやったら、ポチってやったら、もうそこに行くっていうね。いわゆるその繰り返しの再現性っていうのが、フォーカーサーにはあります。うん、フォーカーサーにはある。うん。で、その落下のピンにはね、手回しっていうのはそういうのがないから。そこがね、やっぱりちょっとね、まあ、しんどいところだなって、いうことを思いました。これなぜかっていうとね、なぜこんなことを思ったかっていうと、やっぱりね、このカメラがすごく解像力が高いから。 このカメラの性能がめっちゃ高いから、そういうことをどうしてもね、見えてくるっていうところがあります。だけどね、まあ、めんどくさいかって言ったらね、それがすごく私にとって苦行かって言ったら、いや、すごくね、楽しいんですよね。こういうことを追求することが、いや、今度こそは完璧にしてやる、みたいなさ。 そうすると、前回みたいにね、私は、まあ、哀愁天体写真遠征とかってさ、ダメでしたっていう体で、まあ、動画作ったけど、まあ、実際には RGB 撮ってます。だけど、その B チャンネルの製造が、まあ、若干ピンズルだったんですよね、50ミクロンぐらい。それがやっぱ気に入らないですよ。あの、システム的に。たまたまいいの撮れましたって、奇跡的にラッキーで、いいのが撮れましたっていう風なのは、僕にとってはやっぱりね、 あの理想でではないんですよね、うん、やっぱり自分がこのシステムっていってちゃんと構築したシステムの上をきっちりこう走ってシステマチックに思い通りにちゃんと、はいえー、出すべきして、えー、ちゃんとこういいのができたっていうそこがやっぱり、えー、僕的には理想なんですよ。多分ね 天体やってる方ってね、結構、あのー、私みたいに、私ディズメのタイプかどうかわかんないけど、私文系なんだけど、理系の方がすごく多いですし、まあ、こうやってシステムを自分で構築して、それ通りに、イヤーエイヤーじゃないけどね、ゴーってやって、で、それ通りに行ってくれるっていうのがすごくやっぱ快感なんですよね。ここら辺がやっぱ天体写真の面白いところですね。はい。まあ、それをね、まあ1、一天体写真家として、まあ、前回味わいました。はい。 なので、ちょっとね、そのラックピニオン方式もね、今後どうしていくかっていうのを考えなくちゃいけないなと思ってて。以前、私、あのケアステックさんの、えっと、その、ほら、え、なんだ、あの、ラックピニオンにつけるあのモーターね、モーターフォーカサー。あれがね、すごくいいんですよ。あれめちゃくちゃね、ま実はね、最近、ハ布されてる、されてたものよりもパワーが高いって先日、河野さん言ってたし、あれめちゃくちゃ、 まあ手放しちゃいいいけななアイテムみたいなんですね私がまあ前回紹介したやつ。で、あれっていうのはね、一つちょっとあの運用で難点があって、えっと、私のタイプのやつっていうのは、回転装置が使えないんですよ。あれはそのままずっとね、あのプレート、イプション130の上に乗っている、えー、プレートに、えー、そのフォーカーサーっていうかモーターを、 もうベタ付けっていうかもうくっつけてでそのままあのラックアンピニオンの,のシャフトのところまでつながってるんでだからあれってもて回,回転装置は回せない、えー、そういう状態になってますはいなので今私あのオフ脇やろうとしてるから回転装置っていうかあのほらねじ込みで接続してるからねでこれがもしねオフ開きがなければまあ先日もねちょっとあの金属加工業者さんからえーテーパーが届いたんですけどはいこのような形でね こういうい仕上がりりになりますテーパーこっちがメスねマットな感じでいいでしょでこっちがオスね先日こちらのオスが届きましたすごくマットでいいよねつや消しのアルマイト加工うんちょっと光当ててるからね反射してるけど超目で見た感じマットうんねでこれをこうやって合わせてでつけるでこれってさほら回転装置を兼ねるからこれほら回転するでしょ で、これ3点でネジ止めてってグッと固定します。はい。で、まあ、私の今これやってる、目指してる方向性っていうのは皆さんと同様で、スケアリング調整リングっていう形でね、まあ、やろうとしている。はい。なので、ちょっとね、まあ、これは今まだね、まあ、まあ、キープ、キープの状態かなって思ってて。いずれ私がカラーアシストってやったときに、えっ、ー、と、型や L、L でね、えー、L の場合は、フィルターホイールがいりません。 ね。L と、まあ、要はほら、L とカラーと取るじゃないですか。2台の望遠鏡で。カラーアシストっていうのは。私もともとそういう風にやってた。で、L っていうのは、フィルターホイールいりません。で、カラーっていうのは、今度は何がいらないか。オフ脇がいりません。ね。ガイドするっていうのは、カラーじゃなくて、あくまで L の方です。ね。L の方でガイドします。うん。なので、L はフィルターホイールがない代わりにオフ脇があり、でスキアリング、調整リングがある。 で、カラーの方はって言ったら、フィルターホイールは当然いる。うん。けど、オフ脇はこっちでやってくれてるから、並列動画だからこっちはいらない。ね。オフ脇いらない。うん。そう。だから、フィルターホイールがあり、そしてスケアリング調整リングがやっぱりいる。うん。ね。だから、えー、二大体制にすることによって、システムのその航路長のキツキツっていうのが、キツキツっていうのは一大体制で、 えー、QHI600 カメラがありフィルターホイールがありで、えー、なんだオフ空きがありスケアリング調整リングがありでカメラじゃあ望遠鏡があるっていうでこれをまあセパレートにするんで役割を分担するんでうまいことね航路っていうのが確保できます、はい、そのような状態になった時に、まあ、こういったものがね役立ってくるしまあそうですね、まあ、その なんだろうね、そのまああのさっき言ったあのケアステックさんのフォーカスはねあれもまあ有効になってくるのかなというふうに思いますしあとまあえー、っとベータ SGR でもラックピニオンを回すというねラックピニオンあでもあれか今もう発売中止になっちゃったんですよね確かね最近の何かこうニュースで知ったんですけど、うん、高橋のイプシロン130の、えー、ベータ SGR ラックピニオンを、えー あれがねもう今もうなくなっちゃったのかな、はい、あれを、まあ、導入することもできます、はい、でやっぱり設計思想は、まあ、私がさっき言ったようにアウトしてインアウトしてインという形でそういう制御になってるんでそこはもう安心ですしで保持もすごく高いケアステックさんのやつもめっちゃ高い、うん、だからあの時はねピンとずるい気がしなかっただけどあれを突発したんですよ僕はね 突発ししてて手回しにするってなぜかっていうと、えー、この今ほらこういうものを使えないオフワキを僕やるって決めた以上ほら M54 オスオスの接続でねじ込みで接続するからテーパー接続は回転できるけどねじ込み接続っていうのはグッと締めちゃったらもう回転のどこでカメラが止まるのかっていうのはもう鳴り行きになっちゃうで幸いにもカメラに、えー、あれがついてるそのまあテーパー接続で、まあ、いわゆる回転装置じゃないけど、まあ、回転することができる。うん っていうのがあるから、ま,あ、まだいいんだけどね。いやだけどね、問題がある。オフ空キがあるから、オフ空キのプリズムと、このセンサーの短辺がかぶっちゃったら、かげるんだよね。うん、だからえ、このセンサーのこの長方形っていうのと、このオフ空キのプリズムっていうのはえ、長辺側になくちゃいけないんですよ、プリズムはね。だから、この回転関係っていうのは、カメラと、えー、オフ空キの回転関係っていうのは変えちゃダメなんだね。うん、変えちゃダメだね。 だから、えー、何をするかっていうと結局あの節眼台座のあの回転体を根元を回すしかないですよイプションン130はでもそれがあると思うと、えー、ケ h a s t e c さんの,あのフォーカスが使えないっていうねもうね頭こんがらがってくるっていう、うん、ところになります、はいまあ、ですがね最終的に私が向かいたいところっていうのはやっぱりカラーアシスト方式、うん、でやっていく、うん、しかもね贅沢にもですよ贅沢にも9中6 0 0の L600 の RGB この2本立てで た多分ね、イプシロン1 3 2台じゃなくて、やっぱりつなぎしろとかね、えー、削りしろとか出てくるから、同じ焦点でやると。だから L はやっぱり 180ED で、RGB っていうのは、まあ、イプシロン130で、という2大体性。だから以前と同じなんですよ、やっぱり。以前のシステムと同じじゃつまんないって思うかもしんない。うん。まあ、思うかもしんないけど、でもね、やっぱりそこになっちゃうんだよね。今の私の原油のシステムだとね。 これがまたちょっとね、私じゃあ屈折に行こうかとか、システムが変わってくるとまた違ったアイデアが出てくるでしょうし、まあ、あと私が今をしている QHY600 のあの、えー、っと、ウルトラショートフランジバッグ。で、あれカメラレンズでこうつけてね。で、まあそういう、まあ、その天体写真でどういうのが撮れるのかっていうところもね、可能性追求していきたいと思ってるんで、まあ、そっちの方向性もありますし、まあ、とにかくね、まあそのシステムを考えて構築してで、それをちゃんと現場で運用して成果を収めるっていう。 この一連の流れっていうのは、まあもう本当ね、私今これ商売でこういうことやってるっていうところとはもう全然違う、まあ一人の趣味人としてね、まあ楽しんでどっぷり使っていこうかなということを思ってます。で、まあ私一人だけじゃやっぱまあ寂しいですし、まあ今ね、最近あの皆さんね、温かい方が多くて私もこうやって天体写真の発信をしています。で、そうするとまあマニア寄りの発信を最近するようになってきました。で、そうするとさ、YouTube の再生回数が落ちるんですよ。 いややっぱさあのねマニアな人はあんまり面白くないけど「天の川ってやっぱいいですよね」とかさ「今年は天の川えどういう風に撮りますか?ね」ね初心者向きの天の川のこう撮り方っていうのをねえ今日は解説しましょうとかってやった方が絶対再生伸びるんだって何万回とかになったりする。だけどさそのなんだろう LRGB のとか楽観のピニオンがとかさそういう話するとねもうズドンって落ちるから <laughs>、うん、だからまあちょっとあんまりこう連続するとそれも微妙だしっていうことでまあちょっと避けた部分はあったんだけど、まあ、最近ではですね皆さんからああやって、まあ、オフラインというか、まあ、メールでねメールで温かい声がけいただいたりとか、まあ、久しぶりにメールさせていただきますとかっていうねお声をいただいて私もねだいぶねまあ何て言うのかなこううん。 すごくこうモチベーションが上が上ってきました、うんまあ、ショップをやってますっていう目線でもあるんだけどやっぱり私もほらやるからには天体写真楽しみたいもんねこれはもう皆さんと一緒ですから、うん、いや本当にさやっつけでいいんだったらさもう適当でいいんですよはいカメラ来ましたねえこういう感じでこうシステム組んではいこれ撮ったでしょってはい、うん、そんな感じではいお披露目っていう感じでやるんだけどそうじゃなくて、まあ、前回もね一応撮ったんですよ R2 枚 G2 枚 B2 枚 撮ったんだけどやっぱりさそのやっぱ自分なりのほらこだわりとかね B が50ミクロンずれたりとかすると、まあ、納得いかないっていうのがあるから納得いかないながら RGB 合成してとかってやるのもまあなんか尺だしねしっかり自分のシステムをもっとよりシステマチックにしてちゃんとそのシステムのフローに従ってちゃんと然るべき結果を出して入ってみせたいんですよね。うん、でその様子をね皆さんにやっぱり、まあ あの、まあ、ウォッチしていただきたいなと、はい、いうふうに思っております。はい、ですのでね、まあ、今後もね、こういう、まあ、あのショップの事務的なこともしっかりやっていきますし、私も別に YouTube ばっかり投稿してるってわけじゃなくてね、まあ、水面下でやってますんで、それとは別にですね、まあ、お客さんとの付き合いだったりとか、ね、久しぶりに声がけいただくのはね、本当にありがたいことです。 だったりとかね。まあ私自身もね、一プレイヤーとして頑張っていこうと思ってます。まあフォトコンとかうんぬんとかっていうのはね、まあああいう場には出る気はないですけど、もう全然あのいいじゃないですか。一人でね、ワンマンでこうやってほら結果出してね。自分が満足すれば別にそれでよしなんだから。うん。って思ってますんで、引き続きね、えー、皆さんと、まあ、その天体写真の楽しみっていうのをね、えー、追求していけたらというふうに思っております。はい。えー、そんなわけでね、ちょっとまああの、なんだろう。 このピントがうんなんとか落下のピニオンとかねややこしい話もしましたがもうこのねピントの部分はね本当なんだろう僕もさあのほらイプシロン180で相当ブログ見ていただいた方はよくご存知だと思いますけどその硬軸で苦労してたじゃないですかあれね今,今だから言うけどねあれはね硬軸合わせが僕の硬軸合わせが悪かったんじゃないんですよ、うん、今だから分かる。 うん、今だから分かる、うん、あれはねフォーカサーが悪かったフォーカサーというか、まあ、その接眼部が悪かった、うん、接眼部だから、まあ、フォーカサーの,その保持力にやっぱ限度があってで対してその、まあ、当時使ってた FLI のカメラがめっちゃやっぱ重いしマイクロラインの、まあ、プロラインではないけどねあれが重いでそれに対してその、まあ、フォーカサーがね まあ当時は、まあ、今いろいろブラッシュアップされてますけどその当時っていうのはやっぱり減点位置検出っていうのでちょっとやっぱり弱いところがあったそこで不安定要素みたいなのがあってうんだからねなんで硬軸が再現しないのかなって安定しないのかなって思われる方大体ね節眼部に何か理由があると思ってください大体節眼部に理由があるうんだから、まあ、FLI でも「アトラス」ってフォーカサーが ね、結構お高い値段で売ってるでしょう、うんまあ、うちのお客さんでも持たれてる方いらっしゃいますけどねとかまあ SGR もさらにそのブラッシュアップ版として AX っていうのを出してますあれもまあ30近くするのかなあかあ,あいうのにはね本当はお金かけるべきなんですよいやまあ花形のさ一番花があるそのカメラとか望遠鏡に、まあ、特に望遠鏡にお金を真っ先にかけたいじゃないですか でその次にやっぱり赤道儀赤道儀とか三脚にそんなお金かけんのって。いや望遠鏡だったらわかるけどさ、そ赤道儀にお金かけらんないよって思いながらもやっぱりハマっていくと赤道儀にもなんか愛情が芽生えてきてよりグレードの高いやつにしようとかっつって私もステップアップして、えー、もともとビクセンの GPD2 赤道儀だったのが、えー、EM200 になりおーでかいって思ってでさらにグレードアップして私が結婚した時に まあ、NJP に,にしました、はい、また、あ、そういうステップアップもあってでそこで散財が発生してでそれはやっぱりね節眼部というかフォーカサーでも一緒ですねいや手回しでいいじゃんとか、まあ、今時なんですけどあのほらなんだ、えー、回転ヘリコイドでもいいじゃんとかっていうのもあるけどね回転ヘリコイドはガタがないですよねだけどほら直進ヘリコイドはね、えー、ガタがやっぱあったりとかするっていうじゃないですか、うん、いやーなんかねもういろいろとねお金かかるなって。 本当お金かかるなって思います、うんまあ、ですがねやっぱりまあどこまで妥協するかどこまでその手合わせの運用で賄うのかっていうところもあるけどあるけどね一気に揃うことはだって難しいじゃないですか,だか僕だってほら2代目の q 兆は600買いましたってさあれもほらね安くはないですからそういうのを揃えて、まあ、今あ準備したためてますなかなか成果出ないけどね だけどまあ、あの、死者した感じではちゃんと綺麗に撮れてるし、カメラの性能高いです。であとは、もうそんだけ高精細だから、やっぱりそこを受け止めるためのその、まあ、望遠鏡とかね、そ、そっちの接眼部とか、そっち周りに結局お金がかかっていくってことになってしまう。で、一気にやっぱお金使えないから、ちょっとずつグレードアップして、最終的には、はい、安定しました。ってなると、面白くなくなって次行っちゃうっていうね。 これもあるあるなんだけど、システムがさ、もう完璧にこうコンプリートするとね、あ、毎回安定して成功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 ってなると、人はね、つまんないって思っちゃうんですよね。で次のじゃあ筒行ってみようかってなっちゃう。いや、もうそれやってるとさ、もうほんと持たないからね。 だから、まあ、今度ね、しっかりこの QHI600 の2大体制で、カラーアシストっていうのが、まあ、しっかりこう構築できた暁にはですね、しっかりそのシステムでもうしばらくずっといくっていう形で、まあ、なるべくね、ちょっとやっていきたいと思います。で、同時に、まあ、カメラレンズとか、ああいう100ミ、mm、リ、200ミ、mm、リぐらいのところでの、その6000万画素のメリット、ねアドン、アドバンテージっていうところも、やっぱり作品として出していきたいですし、はい、いろんなことがやっぱできると思ってるんでね、まあ、こういう私の、 まあ、あんまりね、解説うまくないかもしれない,す知れないですが、皆さんにまあこういったところの過程っていうのをね、えー、ちょっとずつお伝えしていくという形で、今後も楽しんでいただけたらと思います。はい、えー、そんなわけでですね、いろいろこういう準備もしてますし、えー、当店 YS イメージっていうのは、ジンバルとかカメラ関連機材、レンズとかね、まあ、あと天体カメラとか、い、ま、ろ、あ、んなこうイメージングに関わるような映像、そしてえそのスチール写真、 に関わるよぜひね、チャンネル登録と、あと、励みになりますんでね、グッドボタンですね。あの、グッドボタン別にね、押してもらったところでね、あの、なんだ、YouTuber としての収益とか全く関係ないからね。まあ、ただもう励みになって、モチベーションになって、じゃあ次、こんな動画出そうとかね、頻度よく出そうとか、まあ、それだけにすぎませんので、はい。 基本的に YouTube っていうのはご視聴いただく皆さんっていうのはもうみんな無料で見れるという形になりますが今後ともねぜひともご視聴いただきたいと思います、まあ、あとねこのカメラ天体カメラね特に私は今 QHY600 とか最近で言うと QHY268C かな 268C、はい、とかっていうのも新製品出てますし特にやっぱ人気なのはこの QHY600 ですねこれやっぱもうしばらくねやっぱり 皆ささん気にされると思います、はい、これで結,、まあ、結果をどんどん出していこうと思ってるし私はね。はい、っていうような感じで、えー、皆さんね今後ともお付き合いのほどよろしくお願いいたします。えー、本日は以上です。ありがとうございました。